津久井姫紀行、こちらは串川姫ですね。今流れているのは、まあ、小さな小川のように見えますけど、串川、戸谷地区に来ています。ここはあの昔あの戸谷の中心地でですね、まあ、今はあの相模原市の出張所がありますけども、こちらの、まあ、宮の前というところになりますけども、まあ、近くにあの古いお寺とかあるんですけどもね、まあ、この戸谷村、戸谷のですね、串川姫にまつわる、まあ、伝説についてということで、ちょっと今日は来てみました。まあ、ちょうど桜が綺麗でですね、丹沢の方はまだ、この3月、4月はまだ寒いですよね。桜がようやく咲いて、それでまだ、残雪があるという形になります。この串川姫の伝説なんですけども、まあ、まあ、いわゆる恋話というか、よくある話なんですけど、そういったお話になって、まあ、そんなあの、なんか、悲しみ抜いて自害したとか、そういうことではないんですよね。まあ、その、好きだった、まあ、若殿様がいてですね、まあ、その、串川の串はですね、今、刺す方の串になってますけど、まあ、もちろん刺すんですけど、まあ、瓶串、つまり女性がですね、女性の、まあ、姫が、身につけていた、かんざしのような、まあ、瓶串って呼ばれているようなものですよね。その串の方、竹冠のその串から来てます。はい。だから、本来は、まあ、瓶串川っていうのはね、まあ、甲州にもありますけども、全国にありますけど、瓶串川とでも言えるのかもしれませんけど、まあ、それがなまってというか、単純に串川、刺す方の串、まあ、団子を刺すみたいなね、団子の串みたいな、串刺しの串ですね。ちょっと音読みだとちょっと紛らわしいんで、はい、一応言っときますけども、まあ、その串川ですよね。で、まあ、この姫のお話というのが、その今途中になりましたけども、まあ、その好きだった人がですね、どうやら途中で亡くなってしまったと。で、まあ、それは、まあ、その、悲しいですよね。まあ、好きだった人が亡くなると。なんか、ゆかりの地位はちょっとはっきりしないところなんですけど、その、若君、若殿様がですね、亡くなったことをですね、思い、嘆き、まあ、いわゆる身投げしたんですよね、と言われてるんですけど、ちょっとはっきりしない部分あるんですけど、まあ、それの秘伝の、まあ、恋話と、いう形になります。だから、ちょっと、はっきり分からない部分もちょっとあるんですけども、まあ、津久井のこの周辺にはですね、三姫物語、まあ、一番有名なのは織姫かもしれませんけど、あ、織花姫ですよね。まあ、織花姫はまた別なビデオ出してますので、そちらでご覧ください。でもう一つが森吉親王の、側室だったと思いますけど、まあ、奈良県のね、十津川湖、黒川御所ってあったんですけど、まあ、後醍醐帝とともにですね、そちらの地域にいた森吉親王がですね、まあ、見初めたという、その在地の姫になります。ですから、ひなずる姫に関してはちょっとまたビデオ出してますんで、そちらをご覧いただければと思いますけど、まあ、最終的にこの、津久井三姫っていうのはこの津久井で、全員亡くなっていると、津久井というか、まあ、秋山村元ですけどね、元秋山村、織花姫も、観音川のところで亡くなってますよね。まあ、相模も元は秋山も同士も相模ですから、まあ、相模国内で亡くなった3人の姫という話になるという形でいいと思います。はい、ただちょっとこの串川姫の伝説はですね、それ以外そんなに語り継がれている部分が少ないんで、まあ、あくまでこれは伝説ということでですね、まあ、桜が川に舞って非常に綺麗なんですけど、それを撮りますかね。花びらがですね、この串川という川はですね、相模が浅いけどそれほど大きな川ではないんですけど、なぜか今この話をしてたら桜が散ってきましたけど、まあ関係ないんですけどね、なんか少しこうロマンを感じる感じですかね。桜が綺麗に穏やかに舞ってきています。串川姫、まあ、確かに今はもう護岸されてるんで身投げするような大きな淵もないんですけども、まあ、そういう伝説があったということで、ご理解いただければと思います。はい、津久井三姫の一つ、ゆかりの地戸谷、宮の前にあります、串川からでした。